ああ。はい。ああ。はあ、もしもし。綾部だ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え、札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。分かりやすいな、これ本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時松金組の事務所が一番手薄な時間だ。
そして強盗は油断しきってた怪盗に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの怪盗さんがあっさり。強盗は怪盗に銃を突きつけた後天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で、脅されるまま金庫を開けた後は怪盗も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ、腕がいいのもあるがそれだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか怪盗さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだ。さすがだな。ん？さて、今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に怪盗は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。なんだ、てめえ。金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。分かった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。だから怪盗は東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。怪盗さんらしいだろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば怪盗の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。
わかるか。出なきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろ。そういうことだ。で、東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤鼻はどうなった？東からは何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤鼻を始末した？さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前赤花の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。え？はい。お願いします。
千代神さん。わかったよ。どこだ。怪しいな。ん？ん？これは。いい尻だ。キンキンなのだ。
ングアスリートだ。やめときなって。現金なのだ。Ha ha ha ha.